あのルイちゃんのね真横のポジションと仰向けにした。でこれはちょっと石製インコなんだけど、この子別の子、別の子、はい、で別の子でちょっとこれお示ししてから、うん、これが心臓です、うん、でここにくびれがあってこの辺が肝臓なんです、うん、心臓めちゃくちゃ大きいし肝臓めちゃくちゃ大きい、全然くびれがないでしょ、わ、うん、かります違い、うん、全然違うでしょ、違う、全部臓器になっちゃって、そういうことなんです、ものすごく大きいんです、うん、心臓も肝臓も、でお腹全体は卵はないです、なんか一様にすりガラス様に白いから、うん、なんかお腹の中に腹水が溜まってるかもしれないし、お腹の中になんか、うん、申し訳ないけど腫瘍性かなんかそういうのがある可能性がありますね。であとだからあとこういう黒いところがね、うん、肺とか機能、はい、でこういうところが腹部の機能なんですけどね、はい、全然ちっちゃいでしょ、うん、この苦しい、苦しいと思います。で、あとはですね骨もね、普通の骨ってね縁っこが白く抜けててですね、真ん中、あ、縁っこが白くて真ん中が黒く抜けるとないですよね、全部真っ白系ですよね、うん、これは石灰沈着を起こしてます。でこれは鳥の場合にこういう風になるのは正常だとね発情してる子がなります、うん、それからもう一つはお腹の中に腫瘍があってそれが骨に転移してるとこういう風になります。だから2歳だからさ、若いからさ、ごめんなさい、2歳になる前だから、うん、かなりこの所見はよろしくない、とても危ない。卵詰まりではそういう、また卵詰まりもまたちょっと困った問題なんだけど、うん、全然お腹ね膨れてるんだけど、普通はこんな感じなのがだいぶ膨らんでますもんね、うん、だけど全然押しても柔らかい、硬いものは何もないからさ、だからまとめると心臓がすごく大きいと、心因炎の拡大、肝臓もものすごく大きい、まあ肝腫大、ただお腹の中にもしかしたら腹水かなんか腺虚物がある可能性があるかな。で、あと呼吸、肺とか機能っていうところが圧迫されてる、うん、から骨が石灰化してるから、もしかしたらこう腫瘍性病変がお腹の中にあってそれが悪性だとすると飛んでる可能性があると。